影絵作家藤代誠司さんの100歳を記念した版画展が岡山市北区の百貨店で始まりました。生きる喜びをテーマに100歳になる今も精力的に制作を続けていて、光と影独特の色彩感覚から作り出されている影絵は大変人気があります。今回の版画展は今年4月藤代さんが100歳を迎えたのを記念して開かれたもので、およそ60点の作品が展示されています。80歳の時に制作した愛の泉です。スペイン広場の階段を思い出しながら人生の階段を描いています。100歳記念藤代誠司版画展生きる喜びは今月16日まで岡山高島屋で開かれています。